始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。それで結局立花不動産。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道から、まあそこも堅気には思えねえけどな。そうとなると、お前の殺しの濡れ衣を晴らす件は、ああ立花はもう方々から情報を集めた。期待できそうか？多分な。ただ立花が掴んだ話や。おい、それじゃお前すぐ。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。それでも真犯人を見つけない限りは、いずれ札に俺が町を自由に動き回れんのは、持ってやと。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力も。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でだから不動産屋の。は？殻の一坪の持ち主がはっきり見つく。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の。お前な、堅気。ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育だが、服？極道丸出しや仕事に何年だと。ああ、服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら。人を見る目がある。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。お前なあ、それが。待ち合わせまで時間どれぐらいあるの？そんなにはないな。できれば。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら。中道通り裏？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが。ま、贅沢は言わねえさ。ちょっと待てよ。おお、それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。
余計なお世話だ。ほら別に無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ。俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った仇に仕立ててやるって。いや普通でいいって言ってんだろ。着いたぞ。ここだ。本当にこんなとこにあるんだ。そんじゃ入ろうぜ。気に入っ、ああ無難な線だと。なんかそれが仇ってもんだろうが。見え張ってなんぼなの。ならおめえにピッ。うるせえな。おバカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるがラペルが、おうさっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よしこれ。よう。何笑ってんだ。いややっぱ何。ちお前わかってるって。いやでお前がどう言おうが俺はこの。えおいいいのか。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。そっか。よしわかった。何言ってんだ。あ花から俺は…なん…ありがとうございました。付き合わせ…ああ…お前、この後待ち合わせなんだ…織田だ。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺す…だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。よう来たか。おだ。酸が抜けてるぞ。おい上司呼び捨てにする。大体お前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然あんたに言われたくねえ。あれ他にもっとマシな教育係はいねえのか。バカ言うなって。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこね。さてと、それじゃあ早速始めっか。まずそいつが年の割に世間知らずの資産家でね。どうも戦友や。ああ
ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、いらたく言いや、立ち退き料め。建物を占拠。ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、けどこいつを競り落とすと、その占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る連中。本当はそこの住人じゃないのに。そういうこと。もっとも占有屋、占有屋はせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになった。それじゃあ、その占有…いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たち、力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもち…おかしな話だろ。結局、ビルの買い手は理不尽な金を払わ…確かにな。けど、その金をなるべく払わずに済ませたいってのが、じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。お、キリュウ君の名刺だよ。これであんたも。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまり舐めた真似するようなら、きちんと社長。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。バーカ、ここは二人掛けの席だろうが。先方が来たらどこ。それとも、お前、他の席にしよう。当然だな。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。おい、まさか上座。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座。わかった。いらっしゃいませ。ご注文。ああ、そうだ。コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。逆。そういうもん。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて。しかしめんどくせえな。何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどは。おい、来たぞ。あ、どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。うちの新人で桐生です。山根さんよりご依頼。そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃ。だが残念、名刺が逆。ま、初めてにしちゃ上出来だ。桐生さんですか。こちらこそ。
なるほど。お花、山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。ええ、まあ。占有屋は一人ですか。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立ち場。私も年寄りですし怖くてね。な、もちろんです。時に山野井さん、早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万。それはまあ安く済めばそれに。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文は。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言う。お察しします。でもご安心ください、うちの気流はヤクザを。あ、ヤクザのエキスパ。いやー、こいつはなんていうか、ちょっと気合の入った。時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな、キリュウ君。ま、立ち退き料はできるだけ安く。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意し。あ、それはありがたいんですが、いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやー、さすが立花夫。で、問題のビルというのはどちら。天下一通りにある。わかりました。あとは我々にお任せください。話は分かったな。要するに、交渉は俺がやるよ。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だ。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たって桐生君。君なんだ。ひとっ走り菓子折り買った。は？相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろ。これもビジネスマナーってやつだ。まった。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってる。それじゃ、ま。ああ、キリュウ君。あ、おいおい、お前本当に元や。すまん。お、よう、キリュウ君。ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいはやった。で、ここがもん。ここに占有屋が居座っている。ああ、それじゃ行くぞ。ああ、お手な。ま、この部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。
立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれつまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえなあなた。立ち退く？なんだ。そうは言ってもね、このビルはもう。それをあんたがいつまでも立ち退いてくれない。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの部…あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そう、立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って。てめえ言いがねえ。辻さん、茶番はよしませんか。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。だったらヤクザ？だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピ。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手は。あんま調子に乗んなよ。ふ、それじゃ要件は伝え。ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って戦友や。本物の交渉は。ええ、結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたら、あとは。なんだこいつら。鈍いね、キリュウ君。本物の交渉相手だろ。おたくらが立花不動産って人たち。あんたは？おたくらの味方ですよ。次。ええ。それ、うちが話しつけてあげるよ。なるほど。その仲介料として。話が早いね。そうだな、700万ってところだ。あのビル転売して、ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して。楽して儲けてんのはお互い様だろう。今時の不動産屋は濡れてで。だからってあんたらに払う金はないよ。へえ、ど、もちろん力ずくでだよ。ね。おだ。あんた。まあね。でも、新入社員の初仕事にしちゃ。いや。し、素人。余計な手間かけさせやがる。ふん。その手間賃ってのはいくら？300万。合わせて。てめえら、その面。お前らどこの組の。
登場会。太平一家、あいつの組か。どうちを敵に回したこと後悔しても遅いから。河村省には星の数ほどヤクザの組があるのによ。夜によって、もっとも俺らが殻の一粒を追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりに。戦友やろ辻さんよ。はい。まだそのビルに居座るつもりなら、さっきの話のいや、あんたの後ろ盾は見ての通りだよ辻さん。それで いえ、めぞ。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたら。今夜中に立ち退かせていただきます。これがあんたの仕事ね。俺のじゃない。全部立ち。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう、極道やるよりよっぽど楽しかったろう。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえ。お前もしかしてそんな先のこと考えてん。それよりこの後は。ああ、問題の戦友屋は追い出した。それが済んだら天下一通りのセレナって。セレナ、ただの小さなクラブ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり、あのじいさんマイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。それじゃまた後でな。それにしても頑固ですね。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられ。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。山の井さえいなくなれば、あのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれている設楽さんのものになったもんと。まあそうなるな。これで。てめえ、あ、まあまあいいじゃねえか。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。それに俺って器が広いからよ。見逃し怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。山の井さん、おい、しっかりしろ。桐生さん、ああ、
そんなことより。いえ、大丈夫です。わかった。すみませんね、ありがとうございました。いや、それは別に構わん。ええ、おかげさまで。大した。しかし、実はうちを潰そうとしている連中がいましてね。あんたを潰そうとしている連中？もし、え、桐生さん、さっき向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだのな。そうですか。一体何なんだ？娯楽王。パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がったファイブ。今カムロ町で最も多くの金を動かしているという娯楽王の他にも、風俗王、電脳王、賭博王、ゲー。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中。そんな奴らがいたのか。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天海市。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく。詰まるところ金儲けです。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさに彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を。物件を駒扱いか。だがその駒には。もちろん。だが彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々、彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちが。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来るとは。その時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地に、私も長くこの町と共に生きてきた男、そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態にも。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。くそ。ん？一つだけ。なんだ？桐生さん。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、専用屋の剣も、私が手に負えなかったところを。あなた、そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば。何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたに。それにこの任務は不動産のいろはを学ぶ上でも、別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれ。しかし別に俺じゃなくても。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎と。え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり、そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を。あんた誰か信頼できる人間はいないかと探す私に。立花か。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上で。ということはつまり。ええ、立花さんも
あなたが、あんた風間のおやっさんのことを知って昔ちょっとね、詳しくは言えないが、そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男にな、うん、お願いできませんか桐生さん。わかった、そこまで言うなら。ただし、もちろん一つ。キリュウさん。ん？秘書のマリナです。ああ。ガンガン稼ぐぜ。この金で
どうだ。いらっしゃいませ。いや。あれ、お客さん初めて？ああ。お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦。よ。なんでお前がここに。行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気にな、レナ。あら、錦山君のお知り合い。あ、もしかして桐生さん。ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ錦山君。酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ桐生。それにしても、ああまあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着
ならちょうど手間が省け。そういや、おめえ相手は立花不動産の小田だ。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。なんだ、あまり乗客。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったら。おい、ユミにこの街で人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。なんだか桐生さん、ユミちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやる。失言。それにしても立花不動どうする、もう一杯飲む。いや待つよ、先輩をほっといて。ふん、なんだよこれくらいで何言ってんだ、ただのマナー。その常識がねえのがお。ねえ、それならカラオケでも。いいね。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうか、じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間にお出す。しょうがねえ。よし、そうと決まれば善は急げ。どうよ、錦山君すごい。だろだろ、おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。ふん、たく素直じゃねえな。本当はおそんなわけないだろ。それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く。本当ね、事故にでもあった。
いらっしゃ。太田。よう、元気そうだな。阿波野の兄貴。なんでここに。座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら、戦友やの。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ東洋会に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おれおっ、錦。いや、俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。泡出なくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら美人のママも一緒にな。来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。組み抜けたその足で古巣にション死に急ぐのは勝手だがよ、もっと周りに迷惑かけねえ。何つったってんだ。土下座しろや、土下座。なんか勘違いしてるらしい。ん？あんたらに詫び入れる気はねえよ。やる気なのか。さ、おれよ。早くやれや。そのすぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんなら。俺の仲間が血
はあ、錦山とそれに立花不動産のお前の連れが。てめえ！何が最後の一戦だ。行くぜ！次はあんたか。くっ。キリュウよ。おめえ。何？わかってるぜ。カズマの頭に。俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえが立花不動産と絡んでる。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って空の一坪を追ってる。どう思うか。おめえごまかすの下手だな。立花不動産、俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見る。勝手にやってろ。なあ、キリュウよ。俺に、やつはうまいこと隠れ回ってるようだな。青にはおめえ。俺はもう堂島組を抜けてる。やってくれりゃ。戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ、それともこのまま的にかけられていいか。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ぬ。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。あんた、からの一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場ねえ。すまん。朝まで考える時間ある。立花渡すか。返事がねえときは